え、マジ？縦ですよ先生。縦っぽい。開けますよ。皆さんこんにちは、市岡元気です。さあ今回はですね、 YouTube さんから物が届きまして、せっかくなんでね、皆さんと一緒に何が入っているのか楽しみながら開封していこうと思います。 YouTube クリエイターと地方自治体ワークショップの記念品ということでね、いただきまして、 YouTube を活用して、ね、日本全国そして世界へ届くじゃないですか。地方自治体を PR して、なんか地方活性化できないかなっていう動画をいくつか上げてるんですけど、 YouTube Japan さんが主催する講演でね、登壇させていただいた記念品を送っていただきました。3年前に独立して YouTube をねメインでやっていこうかなと思った時にですね、北九州の田川地区というですね、 PR していきたいっていう気持ちもね一つあって、そこでのね動画をねたくさん上げたりもしました。北九州の田川地方をたくさん行って実験したりとか、その地元のね企業さんと協力していただいてバスターソードを作ったり、鳥取に行ってですね、最近林業に就くね若者が減っていまして、山とかが管理がね行き届かなくて大変なことになってますので、林業もね楽しいんだよとかね、魅力があるんだよっていうのをね伝えさせていただいたりとかもしましたね。どうやってね、まあ、YouTube の方と地方自治体がこう絡んでね、お互いに PR していけるかっていうね講演をさせていただきました。ちょっとじゃあ開けていきましょうか。毎回 YouTube さんからのグッズはね、いろいろいただいていて、あ、去年もね、開封動画やったよね、あれね。やってます。ね、あれは何出たんだっけね。マグカップ。あ、マグカップは毎回ね、いただいている感じの。ちょっとせっかくならここに去年のやつ並べておこうかな。家にもいろいろ置いてありますが、湯飲みとかね、カップとかね、ボトルとかね、あとこの間はなんだっけな、ノート、こういうのねいただくとモチベーション上がりますよね。さあ今回はどんな記念品をいただけたんでしょうか。ワクワクしますね。じゃあまたいつもの通り皆さんとね何が入ってるか当てっこしましょうか。今回何が入ってるでしょうか。コメント欄にお書きください。ちょっと皆さんコメント欄に書いている間にですね、ちょっと大輝くんと当てましょう。もし当たったらプレゼントします。はい、ボケようと思ったのに、プラチナの盾とか。プラチナの盾、やばい、急に来ましたよこれ。確かにサイズ感的に、これなんか今までになんか大きくない？しかもでかいです。なんだこれ。そう、まあこのサイズ感だから YouTube のマークのぬいぐるみ、クッションとか。なんだと思う？なんだろうなんだろうなんだろう。ちょっと実験くんにも聞いてみようかな。実験くんいないな。実験くん、記念品なんだと思う？縦で金の盾。被った。あ、米1キロ分。うん、ちょっと持ってみて。カレー。枕。あ、被ったなこれ。被った。服、T シャツです。ああ、じゃあ。皆さん書き終わりましたでしょうか。じゃん。おお。これはすごい。YouTube さんからのお手紙。お忙しい中、YouTube クリエイター地方自治体ワークショップご参加いただいてありがとうございます。素晴らしいピッチと積極的な参加のおかげで、非常に一体感のある大変充実したセッションを実施することができました。ささやかですが、お礼の品をお送りさせていただきます。今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。またイベントなどでお会いできる機会を楽しみにしております。ということで、ぜひですね、YouTube を活用して、まあ、いろんなね、社会問題とかね、解決していければなと思いますので、よろしくお願いします。ということで、お、え、すごい、来た、3つ入ってます。盾、盾ですよこれは。でもさすがに銀の盾はもらっていて、金の盾はまだあと35万人いますからね。これは何の盾でしょうか。じゃん。ということでファイル、やっぱりねこれからもいろいろ勉強しなくちゃいけませんから、かっこいいファイルをねいただきました。ありがとうございます。なんかルーズリーフになってて、いろいろちょっと活用していきましょう。やばい、 YouTube って書いてあるパソコンバッグ、これいいっすね。すごい。実験くん、13インチの MacBook Pro 持ってる？おお。PC ケース YouTube の公式ちょっと入れてみて。いいです。おお、すげえ、やばい、これかっこよくない？僕がちょっと大きい方なのにね、これちょっと入らない。ちょっと実験くんこれぜひ。え、いいですか？ありがとうございます。ねえ、ちょっとこれやる気出ますね。ありがとうございます。ということでね、ラスト、この下になんか箱が入ってます。え、マジ？縦ですよ先生。縦っぽい。開けますよ。え、縦だこれ。いきます。3、2、1。じゃん、じゃん。お、え、今日も誰かの物語が日本の明日を作っている。やばいじゃん。
いや確かに僕は10年後20年後の日本の明日を作るために科学楽しいよっていうのを広めているわけですが、日本全国101組のクリエイターたちの物語を掲載した YouTube101 のストーリーブック、 YouTube 経済的文化的社会的な影響をまとめた YouTube インパクトレポートをお送りさせていただきます。すごっ。 YouTube はもはやただの動画プラットフォームではありません。今まで知らなかった価値観や人に出会える場所で、新しいスキルや知識を身につけるためのツールでもある。さらにビジネスを成長する手段になっています。日本各地のクリエイターがそれぞれのそのことを証明しています。 YouTube101 のストーリーと YouTube インパクトレポート、ぜひ検索ご覧ください。また各ブックをご覧いただく際にお使いいただける長野県の伝統的な工芸、上田つむりのしおりもご用意しました。このしおりも YouTube クリエイターが制作しているものです。合わせてご活用ください。ということで、すごい。僕ね、長野県出身で、上田はねよく遊びに行ったりとか、あとテニスの大会とかで行きましたけどね。上田つむぎのしおりかっこいい。 YouTube カラーじゃないですか。手織りすごい。ガッチャンガッチャンってやってるんですかね。そして本だから、ブックですよね、ストーリーブック。うーわー、ちょっと匠さんなんで匠さんいるんですか。知らなかった、マジで。すごい。 YouTube の経済効果のあるクリエイティブシステム、日本企業の成長支援、呼び乗り匠さん乗っ取りますね。すごい。そしてこれは何なんだろう。おー、じゃん、 YouTube101 のストーリ ー、これがストーリーブックか。日本の、そうか、限定で作った。うわ、すごっ。ハイさん皆さん乗ってますね。今度スクールっていうイベントをやるんですけど、教育クリエイターたちを集めて世界一面白いね学校を作る YouTube クリエイターフェスやる方々がみんな乗ってますね。僕は乗ってないでしょうか。いろんなね、地方で YouTube を活用しているクリエイターのねストーリーが出るんですね。いや、これは面白い。すごっ。じっくり読ませていただいて、今後のね YouTube 発信していく内容の参考にさせていただきたいと思います。はい、ということでね、今回 YouTube Japan さんからこんな素晴らしいものをいただきました。これからもね、僕もね社会問題を解決できるような動画とかね、いろいろ上げていきたいと思います。やっぱりね、 YouTube はねただの娯楽だけじゃなくて、まあ娯楽っぽく作りつつ、とてもね勉強になるとか社会的な意味があるとかね、そういう動画上げていくことにやりがい感じておりますのでね、面白い動画、ためになる動画上げていきたいと思います。これからもどうぞよろしくお願いします。あとですね、たくさんの方がねチャンネル登録していただけますと、いろんな方にね広がりやすくなりますのでね、ぜひチャンネル登録と高評価をお願いします。あと Twitter、TikTok、Instagram でね、こういう風に、ね、事前情報とかね、出してますので、そちらの方の登録もお願いします。